トーネさん、こんにちは、ありがとうございます。突然ですが、皆さん、気づいたらいつも全身真っ黒になっちゃうんだよなとか、お気に入りアイテムとお気に入りアイテムを組み合わせた結果、いつもこの色の配色でコインと組んでるんだよなってことありませんか？今日行っていく企画が、色を巧みに使いこなせ、たくさんの方からおしゃれに思われる色別コーディネート企画。よろしくお願いいたします。というのも僕は普段まあこういうブラックなスタイリングもやっているんですが、こんな感じですね、いろんな色の組み合わせを行いながら皆さんにも発信してるわけですよ。で、今回は結構意識的にいろんな色を組み合わせながら、色によってコーディネートの印象って全然変わるので、色をどう使うのかっていうところを皆さんに解説しながら、そして春のねアイテムなども合わせながら、中には凝り固まってしまった配色の価値観を劇的に変えていければな、そんな企画を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。少しでも参考になったらいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では早速いってみよう。ということで、このチャンネルはファッションをセンスではなくロジカルに解説する僕ゲンジがですね、周りと差別化をできる色の組み合わせ講座を行っていきたいと思います。まずはじめにこちら、ベージュブラウンにブラックのレザーを合わせたコーディネートでございます。そしてブラウンのメガネも合わせています。こちらのコーディネートのポイントとしては、ベージュとブラウンというアースカラー2色を使っているんですけども、さらに太いシルエットのパンツを合わせているんですが、割とちょっとカジュアルな要素が見え隠れしつつも、中に合わせているアイテムをシャツという綺麗めでアイテムを合わせるとか、さらにレザーのブルゾンレザーを差し込んでみるとかいうことによって、非常にですね綺麗な中央がされているコーディネートでございます。基本的にはもうブラックのアウターであれば、僕個人的にはこのレザーのブルゾンめちゃくちゃ好きなので、レザーのブルゾン着たいっていう思いをありつつ、他のねブラック系のアウターやコートなども相性がいいです。であとはこういうね暖色に対して赤非常に相性がいいので、赤いキャップなどを反射していくのもいいんじゃないかなと思います。ヘアセットしたのに被っていくのはちょっと嫌だけど、被っていくぜ。こんな感じですね。え、何赤のキャップ被ってどうしたのゲンジさんって思う方もいらっしゃると思うんですが、今赤キャップ、赤いねライフのベルトもこんな感じでねリリースするんですけども、リリースにあった赤トレンドが今メンズにも流れてきてるので、こういう感じのコインとも挑戦的なコインとしたい場合はいいんじゃないかなと思います。そんな感じでカラー別コーディネートを行っていきたいと思います。では続いての色を合わせてご覧ください。それではこちら。はい、ということでちょっと最初の方は暖色コーナーを行っていきたいんですけども、先ほどまでは上にベージュを合わせて、で下にちょっと暗めのブラウンを合わせたんですけども、それの逆転バージョンですね。今回ね、深夜小塚のバギースウェットパンツを合わせてるんですけども、どちらかで言うとやや難しい、もしくは皆さんのクローゼットにありそうなパンツかってそうじゃないんですけども、こういうクリーム色のパンツもいいですし、こういうせーの、はい、ということでこんな感じで上ブラウン下ベージュっていう合わせ方もね非常にかっこいい合わせ方なんじゃないでしょうか。で、下開けてたりするのは中のインナーの白を見せたり、究極ね見えなくてもサイドからチラッと見えるこういう白とかを見せながら、コーディネート挟みながら、足元が例えばじゃこれがなんかあんま想像できないけど、ブルーのスニーカーとかではなくブラックの革靴で締めていくことによって、白と黒はしっかり使っていくっていうところがいいんじゃないかなと思います。あとは胸元にちょっと大きめのアクセサリーとか足すことによって、結構こう暖色って落ち着いた大人の渋みがあるからこそ、ちょっと遊び心を足すことによっての差別化も必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。この上でこういうねブラックのアウターとかを羽織ってもかなりかっこよくポイントが組めるので、ぜひブラックホワイトブラウンベージュの組み合わせ挑戦してみてください。続いてはこちら。はい、ということでベージュブラックコーディネートでございます。ということでですね、ジャケットにシャツの合わせ方なんてめっちゃねビジネスシーン、ビジネスシーンどっこいしょなわけですよ。けどそれをですね、ちょっとゆったりとしたサイズ感のジャケットを選び、そして中に着ているシャツを白とかですね、より綺麗めになるんですが、ブルーのシャツを合わせて、パンツをですね今ユニクロで買えるユニクロ U のワイドフィットなんたらカーゴを合わせてみました。足元を革靴にするとちょっとカッチリしすぎちゃうかなっていうところで、オンのスニーカーを合わせてます。あとは若干遊び心が欲しいので、カッチリしすぎないヘッドホンとかを
イヤホンとかでもいいけど、ワイヤレスイヤホンをつけるというポイントですね。もちろんヘッドホンなしでもよくて、こういうちょっと癖のあるバッグなどをつけてあげるのもコーディネートのアクセントになっていいんじゃないでしょうか。はい、ということでバッグじゃなくてブラックとね、レザーのクロシェットを合わすことによってシャツとジャケットを合わせてるという点に対して中和を図っていくというところですね。あとはまあ色がベージュブルーと明るめの有彩色なんで、そこにブラックを中に足したりバッグを出したりすることで色を引き締めていくっていうところも重要だったりします。だんだん暖色がなくなってきます。とはいえ次も暖色使っていこうかなと思います。それをちろん、はい、ということで、さっきのね、ジャケットに使っていたベージュをパンツとバッグに持ってきました。パンツのね、デザインとか、スニーカーとかね、ミリタリーブルゾンのデザインと、カジュアルな要素はあるんだけれども、シャツを使っている点だったりとか、ブラックのレザーの質感が綺麗め要素に足されていて、完全に中和されていいかというと、ややカジュアル寄りなコーディネートではあるんですけども、こういうコーディネートもできるよね、というコーディネートでございます。もう少し綺麗めなコーディネートがいいよね、という場合でしたら、はい、ということで、こんな感じで、ローファーに変えてみて、とかさらには、はい、ということでちょっとシルエットもそして色味もほついて、素材感もなんなら先ほどの素材感よりもより綺麗めなパンツを合わせてみました。こういう色のトーンとかコーディネートの方がコーディネートの落とし込みやすいよって方もね、全然いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。ただより色をもっと、そして個性をもっとという考える場合は、先ほどのようなコーディネートもおすすめでございますとか、はい、というこんな感じでコンパクトなアウターにして、なおかつ中をねタックインするとよりさっきの印象よりも似た配色のコーディネートではあるんですが、また違った印象でポイントを組むことができるので、ぜひ皆さん試してみてください。中につけていたクロシェットを同色なんで、まあ、見えないと思うんですけど上の方に持ってきて、このブルーのシャツがちょろっと首の襟から見えるみたいなスタイリングもかなりかっこいいんじゃないかなというふうに思います。ただ結構ねアイテムが必要になってくるので、基本的にモノトーンの服しか買わないよという方はこの動画結構ね、その色の合わせしたくても今現状はできないみたいなことがあると思うので、ぜひ意識的にいろんなカラーを買うのもありなんじゃないかなというふうに思います。そして続いて、それで言うとなんかシャツっぽいアウターとシャツっぽいインナーなので、とある組み合わせもちょっと大胆にやっていこうかなと思います。それはこちら、はい、ということでちょっと非現実的なコーディネートではあるとは思うんですけども、ジャケットのセットアップの下にブルーのシャツの上からブラウンのシャツを着て、そのブラウンのシャツを結構開けています。ギルサンダーのねウエストポーチを斜め掛けしてみました。こちらのコーディネートとしてはセットアップという綺麗めなスタイリングに対してシャツを重ね着するというカジュアル、そしてその上に着てるシャツが結構開いているというカジュアル、そしてブラウンとブルー有彩色を2色使っているというカジュアル、そういうカジュアルをいろいろ織り交ぜた上でベージュを背中でつけてみるというカジュアルで、インタリストかなんかで海外のファッションウィークの時にねやってる女性の方がいて、それがすごくかっこよくて真似させていただいたんですが、一度やってみたいなと思ってたポイントなんですね。っていう寒色と暖色を組み合わせたポイント、さっきまでやってきましたが、こういうここら辺で取り入れてみるっていうのもありなんじゃないかなと思います。ただからさっきはパンツとトップスみたいなやったけど、トップストップスでやってみるみたいな感じね。で、アウターを脱いだ感じはこんな感じなんですけども、アウターなしでも僕は好きかなと思います。これは感度高いよね。普通はやらないよね。けどまあ、コーディネートのバランスとしては非常にいいし、ミリタリートレンドとかワークウェアのアイテムが流行ってるからこそ、それらを反映させずに綺麗めなコーディネートをこうやって組んでいくっていうのもかなりかっこいいんじゃないかなというふうに思います。見えにくいと思うんだけど、実はこれね、上に着てるのがシアーシャツなんですよね。こういうシアーと、シアーの中から見えるブルーみたいな感じもかなりかっこよくていいんじゃないでしょうか。おすすめです。袖口のボタン開けてるのはさっきまでタックインしたりジャケットたんで、なんか結構だらしない部分というかちょっと砕けた部分が欲しいなというところで袖口のボタン開けていました。そうするとなんか気張ってない感じするじゃないですか。こんな感じね。シュタインのシャツとかってさ、2枚重ねのシャツがリリースされてるけど、お手軽簡単2枚重ねコーディネートですねが出来上がるというわけですよ。今全部開けてみました。中のシャツは依然閉じたままだけど、下の方ちょっと開けてますね。こういうシャツレイヤードコーディネートもかなりかっこいいんじゃないでしょうか。中開けるともう結構どっこいしょどっこいしょだけど、これもかっこいいよね。なんなら中開けた方が好きだぜって方いらっしゃいそう。あ、いいじゃん、かっこいいね。袖口のボタン全部開けたシャツレイヤードコーディネート、ぜひ皆さんも試してみてください。そして続いてのコーディネート、一回全部フル全身暖色やってみようか。それその後寒色やっていきたいと思います。それがこちら、
はい、ということで暖色最後は思いっきり暖色のコーディネート意識しながらコーディネート組んでみました。2022年頃の AW の小森のアウターに VIM のロンティーに VIM のギャバーストラックスのブラウンをタックインしてソングフォーザミュートとアディダスのコラボのスニーカーを合わせています。いかがでしょうか。全身ブラウンですね。ライフのブラウン、ブラウンブラウンブラウンなんですけど、使ってる素材とかトレンド感とかアクセサリーとかも含めてコーディネートのバランスがしっかり取れているというコーディネートでございます。それで続いてはこちら。はい、ということで先日ねリリースしてありがたいことに速乾し、その後受注生産をさせていただいたリドムのデニムに対し、中にですねオーラリーのシャリ感のある SS の時に購入したいつかのニットを着用し、その上にリドムの新作のアウターなんですけども、比較的着丈を短く作りました。そうすることによってブラックとホワイトの組み合わせって、僕もずっと長年黒白青なんて話をしてますけども、見慣れた色の配色ではあるじゃないですか。からこそ着こなし方だったりとかアイテムとかを、例えばすごく太いおしゃれなデニムを合わせてみるとか、中をあえてタックインしてみるとか、小物をつけてみるとか、比較的短丈なものを合わせてみるとか、シルクブレンドなんですけども、シルクの良さをしっかりと打ち出す素材の良さで勝負するとかね、っていう配慮を行っていくと、王道の色合わせでもかなりかっこよく見えるので、よかったら参考にしてみてください。アウター脱いだらこんな感じなんですけども、アウターなしでもですね、例えばこう小物をしっかりつけていくとかいうのすると、ちょっと尖ったコーディネートになると思うんですけど、ブルーを使った個性のあるコーディネートが出来上がるんで、よかったら参考見てください。あとはまあこんな感じ、シンプルにレイヤードしたスタイリングもかっこいいですよね。いいんじゃないでしょうか。はい、モノゴッツタンタケのデニムジャケットを身につけることによってのブラックブルーのポイントもかなりかっこいいんじゃないかなというふうに思います。いかがでしょうか。少しでも参考になれば幸いです。幸い幸い、かっこいいでしょ。着替えすぎて頭が回らなくなってきましたけども、続きましてブルーを使ったコーディネートもう少しやっていきたいと思います。次にグリーン、次にブラック、ブラックなど行っていきたいと思います。それじゃ、はい、ということでダークネイビーコーディネートでございます。わかるかな。ちょっと YouTube の限界、カメラの限界を頑張りたいんですけども、中のニットが一番明るいネイビーなんですが、ブルーで言うとデニムのブルーとか、あとはこれぐらい明るいブルーとか、さっき僕が着てたような青いニットとかを想像する方多いと思うんですけども、あとデニムのブルーのアウターとかね、想像する方多いと思うんですけども、今回意識したのはコモリの昔着てたウールギャバのネイビーのねコートに、新色でリリースされるビムのねトラックパンツのダークネイビーと、旧シングスのねネイビーのニットを着用してみました。ネイビーをかき集めたコーディネートに対し、コートにニットだと切れ目が結構強いので、ミリタリー要素を強く感じられるオリーブのバッグを合わせることによって、ちょっとカジュアルさもプラスしたというコーディネートでございます。これもね、もしパンツがなんかユニコーンの綺麗なテーパールパンツとかだと、全身が切れ目になりすぎて、ちょっと今の時代背景には合わない感じになるけれども、カジュアル感のあるパンツにゆったりとしたコートにカジュアル感のあるバッグを出しているということでございます。あんまり自分はキャップとか被らないんですけども、もう少しねこのコートに対して、この色味に対してカジュアル感が欲しいなと場合は、キャップを羽織ってみたり、違うキャップを合わせてみるのもいいんじゃないかなというふうに思いますけど、なんやかんやこういうキャップがない方が俺はもうめちゃくちゃ好き無理してキャップとか被らなくていいの、ゲンジにとっては。そんな感じですね。いかがでしょうか。続いてのコーディネートが、はい、ということでユニクロ GU ビムコーディネートでございます。よろしくお願いいたします。今回のコーディネートで言うと、アウターが先日のごちゃん動画でご紹介したユーティリティアウターのブルーに対して、ビムのカーゴの3月発売の新作のパンツを合わせて、 GU のまるでクラックスかのようなワラビのような革靴を合わせて、中にシャツをレイヤードして GU のバッグを合わせました。で、少し色が単調だったので、ベージュのアクセサリーをこのようにボディ巻きしていくと、ちょっと色味のバランスもいいかなと思って巻いてみました。で、こちらのコーディネートで言うと、2018年とか19年とかだったらこれにね黒スキニーとかを合わせてたと思うんですけども、それをですねあえて、黒スキニートレンドが結構ね落ち着いてきてるので、カジュアルな白のカーブなどを合わせていただくのも、ちょっと差別化できるかっこいいコーディネートにつながるので、よかったら試してみてください。こういうねグレーのスニーカーも、こういうホワイトのパンツには相性がいいし、白のねスニーカーとかも相性がいいので、ぜひ試してみてください。さっきのボディに巻いたサリがないとこんな感じでございます。これでも全然かっこいいですよね。前全部ボタン開けてみると、非常に爽やかなコーディネートが完成いたしました。いかがでしょうか。なんならシャツも全部開けてみるというスタイリングもいいかと思います。こっからモノトーンコーナーに入っていきたいと思います。モノトーンはモノトーンでもこんなコーディネートあるようなコーディネートですね。ご覧いただきましょう。それはこちら。
はい、ということで、全身ブラックやりがちなんだよなっていう方にぜひ取り入れてみてほしいコーディネートなんですが、全身グレーのコーディネートですね。ちょっとね、ホワイトだったりとかオリーブのバッグを合わせてるんですけども、オリーブのバッグなしコーディネートも全然好きな配色ですね。なんかこうちょっとね、大人なね、色合わせになるんですよね。レディースの方でも全身グレーのトレンドがあったからこそ、 SNS で見るおしゃれな色合わせとして着用することができるので、ついついブラック買っちゃうんだよなーって方はこんな感じでグレーを買ってみてください。パンツはね、今年買ったブラウン 1M のね、セットアップのパンツでブルゾンも買ったんですけども、でトップスはリドムの3月の新作のアウターでございます。めちゃくちゃかっこいい。でニューバランスの992にガブリエラコールガーメンツのロンティーを合わせています。いいよね、全身グレーってね、やりたくてもタイミングがなかったりするんですよね。グレーのアウターあんま買わないんですよ僕。展開してるブランドさんがあんまなくて、ブラックは展開してるんですけど、グレーのアウターがあんまないんですよね。からこそこういう配色ができる時は絶対にやってみてください。ちなみに買ったブルゾンはこんな感じでございます。結構ね、これもまた大きくて可愛らしくて、リュックでも結構僕の YouTube 出してたんですけども、非常に印象的だったので購入しちゃいました。めっちゃいいですね。とかこんな感じのグレーのね、ベストを使ってみるっていうのも非常にありな選択肢なんじゃないでしょうか。グレーのスニーカーにブラシペーパーとミズノのコラボスニーカーなんですけども、ちょっとしたオレンジが垣間見えるようなコーディネートでございます。中だけタックインしても良さそうですよね。うん、すごい着心地な感じ、疲れちゃったよなんて言ってますけど、続いてがこちら。はい、そして最後のコーディネートでございます。やっぱりね、ブラックかっこいいんだよね。なんやかんやいろんなコーディネート合わせてきたけど、やっぱり黒に勝るカラーはないということですね。こちらのコーディネートのポイントとしては、例えば器具合わせてきましたけども、色の情報がないからこそタックインをしっかりするとか、さらには理想はなんなら街中歩いたらほとんどの男性がモノトーンコーディネートをしている可能性が大きいので、そんなことないか、そんなことないんだけど、結構やってる方が多いので、素材だったりとかより大人な暮らしかね、こちらのね写真とかで分かりやすいと思うんですが、今室内ですけども、自然光に当たったら非常に綺麗なアウターに結構長めなトワロニエのねパンツを履いてみました。でメガネだったりリングだったりとか小物とかを足すことによってのちょっとした個性を足していくというコーディネートですね。メガネとかちょっと感度高いよという方は全然メガネなくてもかっこいいコーディネート出来上がります。ただやっぱね物足りなくなるので、ちょっとこうレザーのネックレスとかを足してあげたりするのもかなりかっこよくなったりするし、斜めがけのねバッグなどをコーディネートのアクセントとして垂らしていくのもかなりかっこよくなるので、よかったら試してみてください。本当はオールホワイトとかオリーブのパンツ合わせとかねやってみようかなと思ったんですけども、あまりにもたくさん着替えて疲れちゃったので、ここら辺とさせていただきたいと思います。オリーブのパンツなどを使ったコーディネートがこちら、そしてオリーブのアイテムを使ったコーディネートがこちら、そしてインスタなどに上げているモノトーンのコーディネートですね、モノトーンのバリエーションはこんな感じと、いろいろねコーディネート組めるので、ぜひ試してみてください。写真だったら一発なんだけどね、こうして動画で着替えていくってこともかなり重要ですよね。やらせていただきました。ということで今回の動画少しも参考になったらいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いします。高評価が僕のモチベーションなので、ぜひお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現地の動画でした。またね。